ドジャース、東邦高校の二刀流、森翔太郎を獲得へ。ドジャースが打者で高校通算45本塁打、投手でも最速153キロを誇る東邦、東京の二刀流、森翔太郎、3年の獲得に乗り出していることが分かった。都内屈指の進学校で文武両道の3年間を過ごした17歳は、NPB を経ずにマイナー契約を目指してすでに土軍と複数回交渉している。年内には契約球団を決める予定の森にとっても、常にワールドチャンピオンを狙って補強と中長期的な視野で育成も成功させている上昇球団は、魅力的な選択肢となる。東邦は今回の西東京大会は2回戦で藤森に2-9で初戦敗退したが、森を目当てに日米14球団のスカウトが集結した。NPB 入りの可能性も残して黒志望届を提出するも、その後に渡米した際にマイナーの試合を観戦。森は、3-4年後にメジャーに上がっていたい、とマイナー契約を目指すことを決意し、NPB 12球団には意思表示の文書を送っている。またドジャースかよ。大谷の次は森がいる。まだまだ楽しみは続く。ドジャースばっかりでつまらん。たった153キロとかメジャー無理やろ。18歳の時点で153はアメリカでも速い。背が低いな。ダメそう。183センチはメジャーでは低いけどまだ伸びるんじゃね。レントゲン撮ったら医者なら一発でわかる。まだ成長するか否か。さすがにここから5センチメートルとかは無理。いきなりメジャーから成功した日本人いたっけ。失敗した人の印象のが強いわ。マックス好きはまあまあ頑張った方だな。逆に日本に戻ってからダメになったが、自己評価とドラフト予想順位が釣り合わないからアメリカ行っちゃったタイプだな。補足で直アメリカは誰一人の目に乗ってないのにアホだな。アメリカは選手育てられないんだから素直に NPB 行けばよいのに。このルートまだ全く確立されてないもんね。少なくとも今は NPB、ポスティング、メジャー契約が最上ルートだな。万が一失敗してもほぼ確実に高年俸で NPB に復帰できるし。こんな東大行くような進学校出るんだから、凛太郎みたいにアメリカの有名大学行けばいいのに。管理人のつぶやき、高校時代に二刀流だったプロ野球選手はたくさんいるので、メジャーで二刀流やるかどうかはわからないと思いますが。というかマイナーで二刀流なんて認めてくれるんですかね。おそらく投手を選択する気がしますが、それでも期待したいですね。野球が好きなみんなはポチッといいねとチャンネル登録よろしくお願いしますのだ。ではまた次回の動画で会おう。